皆さん、おはようございます。おはようございます。4月7日日曜日、掛川 TV スタジオ空豆から配信スタートです。お願いします。4月っていうことで新学期、新年度がスタートしましたね。我が家も、娘、次女が昨日入園式でした。そう、保育園にね、通っているので1歳半くらいからなので、一つの区切りとして進級とともに入園式っていうのに出てきました。やっぱね、ちょっとなんか成長を感じました。ちょっと円幅とかに、身を包むと、あ、なんか大きくなったなーってちょっとしみじみしながら、はい、入園式に出てきました。結構ね、今週皆さんのこう Facebook の投稿とかインスタの投稿見てても入園式とか入学式とかのそう投稿が多くって、あ、新生活始まる時期だなーってちょっと思ってます。で、多分明日から本格的に学校とか幼稚園とかも春休みが終わってスタートするんじゃないかなって思います。さ、お花見しました？命これから今一番ね、見頃、前回3月のこの掛川 TV で石田さんが桜についての配信をね、そうしてくれたんですけど、そんな桜が、今ほんとこの静岡県この西部あたりは今見頃で、私も昨日浜松城にお花見、桜を見に行ってきたんです。でもやっぱ浜松城、皆さん行ったことある方は分かるかもしれないですけど、駐車場に入るまでがもうとにかく渋滞みたいな感じで結構時間はかかりましたが、すごいね、お店も出てて、もう芝生のところに皆さんブルーシートを引いて宴会してました。いいなと思って、桜の下でこれは絶対に楽しいと思って。ゆっこさんが今日遊びに来てくれてるんですけど、はい、こんにちは。こんにちは。ゆっこさんはお花見しましたか？花見してないです。してない。あ、でも掛川城とか、あ、掛川城行って昨日ね、八田さんの桜祭りに、あ、すごい、行きましたよ、2人で。いいな。どうでした、八田さんは？八田さんね、もうね、葉桜になっちゃって。あ、そうなんだ。そう、早いんだ。ところね、満開のところ、そうじゃないところ。へぇー、やっぱ場所によりますね。そう、日当たりの日もあるよね。そうだね。でも、今日お天気もいいし、多分来週末にはもうね、桜あれだと思うので、今日、この掛川 TV を見た後にお花見に出かけてみてはいかがでしょうか。では、まず今日のバナースポンサー様のご紹介から、参ります。シェアショップそら豆、スタジオ会場協力、もっと楽しく、もっと自分らしく、笑顔の家づくり、ウィングホーム株式会社様、ありがとうございます。よもぎ蒸しとマッサージ、生理痛改善サロン、カウピリ様、ありがとうございます。ママの笑顔は家族の太陽、ドリームボード講師、坪井美希、ありがとうございます。ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。亀屋新旧社のびのび様、ありがとうございます。ありがとうございます。心理カウンセラー吉本みかん様、ありがとうございます。美容の力で世界を笑顔に、フクロイの末裔く脱毛はソラニエ様、ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川ゆき子様、ありがとうございます。ゆき子さん向こうでポーズ取ってます。パレスホテル掛川様、ありがとうございます。手作り雑貨とワッフルのお店、サムズカフェ様、ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校、アトリエシャルマン様、ありがとうございます。以上の
スポンサー様のおかげで掛川 TV は楽しい情報発信の場を提供できております。いつもありがとうございます。いつも掛川 TV をご覧いただき皆様ありがとうございます。ぜひこの Facebook ページや、YouTube の、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。掛川 TV って掛川ここのねひらがなで掛川 TV と検索していただくとページ出てきますので、ぜひいいねや登録お願いします。お願いします。じゃあそのまま番組今日のスタジオそら豆からのこの後の番組の方の紹介もしていきたいと思います。この後、10時からキュースで一緒にまったりタイム。ゲストは菊川音博 PR 部隊 PR 隊藤原真希子様です。お願いします。あの音博ってね、今日この後詳しく説明してくださると思うんですけど、菊川で開催される音博っていうのがあるんですけど、私もその中で参加をさせていただくので、あのマザーズコーチングスクールっていうね、そうの方であのワークショップを開催させていただくのでね、いろんなワークショップとかがね、あると思うのでぜひチェックしてみてください。そして、10時30分から鍵しっぽの部屋、パワーストーンの浄化強化のやり方。パワーストーンってね、私全然ちょっとね無知なのでお勉強になるかなって思ってますが、結構ね好きな人は好きですよね。そうですね。ね、うん、なんか腕に巻いたり、そうそうそう、腕にこうつけてたりとか、そうやってるから、なんか多分そんなお話が聞けるんじゃないかなと思います。その後11時からクーのゆるっと親子英会話、ゲストはコーラスグループコールジョイス代表しおり様。コーラスってことは歌ってくれるんですかね今日。歌ってくれるね、くれるとコラボがあるかな。ハモるんだね。ね、 ね、楽しみですね。いつもねこのあのゆるっと親子英会話で柴本久美子さんの番組は、あの久美子さんね、パーソナリティの久美子さんがウクレレを持ってなんかちょっとこう演奏しながらね、そうちょっとこう癒しがあるあの番組になってますので、今日はコーラスってことでちょっとなんか綺麗な歌声も聞けちゃったりなんかして楽しみにしてます。そして、11時30分みさちゃんの I my me mind。 みさちゃんもね、数日前に連絡を取ったら何話そうかすごい迷ってますって言ってて、そうでもなんかすごい直感とか自分のそういうあれをこう大事にしている方なので、なんかその時の気持ちとかその時のなんかこう思いとかをこう発信する方なので、本当今日のまさにみさちゃんの今日の思いできっとここに座ってくれると思うので、どんなお話が聞けるかとっても楽しみです。そして、今日一番最後12時からですね、りょうこのハッピーライフトーク、ゲスト保育士心や認定カウンセラー米村香織様。すごいね、保育士やりながらカウンセラーのなんかあれお仕事もしてるんですかね、うん、ねえ、二足のわらじを履いて活動されてる方なのかな。またちょっとそのあたりも聞けると思いますのでご覧ください。ということで今日はこのあと、12時半まで5番組を連続していきますので、ぜひ午前中お家でちょっとゆっくりしながら掛川TV見ていただけたらなって思います。私今日そう触れようと思っていて忘れていたことが、平成から令和っていうね新年号がね発表されてね、平成も残すところもあと1ヶ月弱ね、あのなんかこうここにいる、あれ命は平成生まれですか？そっか、なんかこう、ね、そっか、私は昭和59年なんです。だから昭和で生まれ、なんか平成はもうなんか青春時代って感じですよね。青
春なんかまっしぐらな時代にちょっと一区切りが来て、今度また令和っていう新しい時代が始まるっていうので、なんかちょっとこう気持ち的にも一つの区切りであり、なんかまた新しいスタートっていうところで、そう、なんか私もこの令和っていうのが発表されてから、あ、なんか新しいこうスタートっていう幕開けっていう感覚がすごい自分の中であって、なんかこう今までどうしようかなとか、やりたいけどうーんってなんかこう足踏み状態だったことを、なんかあ、この令和のタイミングでやってみようかなって思って、ちょっと今準備したりしてるんですけど、なんかそうやって踏み出すになんか結構迷う時に、この令和というスタートを一つの区切りとして、あ、なんかこのタイミングでやってみようかなって始めるのも、なんか一つ背中を押してくれるタイミングなのかなってちょっとなんか個人的に感じてるので、なんかこうもし迷ってる何かどうしようかなっていうことがあれば、なんかそのタイミングをチャンスにしてみてもいいのかなって思ってますので、私も5月1日からですよね、令和ね。なんかそこに向けてちょっと一つやりたいなって思ってます。またここで、ここまた楽しみですね。ん、ね、まあ、どこか発表するんでしょ。そう、発表します。だから来月はなんか私がもう一つね、ちょっとこれにを踏み出しましたっていうことをここで発表したいと思いますので、なんかそんなちょっとこう踏み出してみたよとか、踏み出そうと思ってますよっていうのもあれば、ぜひここのコメント欄とかにもね入れてもらえたら嬉しいなって思います。ではでは、このあと、10時から急須で一緒にまったりタイムから始まりますので、ぜひチャンネルはこのままで今日も午前中一緒にお付き合いください。ではまた10時にお会いしましょう。